ザルそばの名所を探しに行こうよ in 梅田。皆さんこんにちは、ザルそばのドラム純平です。私も大阪でみんなと飲みたかったのですが、今回はナレーターとして参加させていただきます。今回はスタジオに入ってコラボ演奏をしますよ。今日何も用意してねえぜ。そう、あらかじめこの曲やるよって言ってたのに、ヨシーさん何もベース弾いてないらしいです。弾いてない。ベースだけ持ってきたけど、ベースとカホンだけ持ってきたけど。サチャさん普段一人で弾き語りされてるから、バンドとかってどうなの？そう、なんかあのね、全部一人で完結してるから、うん、楽しいよね。みんなにやってもらうとね。あ、それ欲しい、それいるいるみたいな、あ、それそれっていうのが来るじゃん。そうですね。来てくれるじゃん。ピアノ人やったらどうしても全部はカバーできないですからね。嬉しい、楽しみ、ね、うん、じゃあ早速スタジオに行きます。行きましょう。あ、ところでさ、アメいる？あ、出た、ここで出たよ。アメちゃん、アメちゃん、サンタさん待ってください。今ちょっとケルヒャーのケルヒャー、音がめっちゃ凍ってるんで今。じゃあ今からスタジオに行きたいと思います。はい、ということでですね、はい、アメちゃんいる？出た、アメちゃん、アメちゃん出た、今日からの自分で編集点とか言わんで、ほんまにいかんやん。どれがいる？外国で仕入れてたやつ。バレた。ほんまにいかんやん、大阪に。ネタを押し込んだ。すごいでしょ、この表が。すごいね、こんな持っとったんじゃと思って。めっちゃ種類が。どれする？めっちゃ奥張ってますよ。誰？いちご？気が済んだ？大阪のおばちゃん、発揮しました？来ましたよ。さあ、キャラ作りがえぐいですね。一応ですね、今日これ撮る前にこのグループラインでですね、衣装どうするって話になって。そうよ、悩んだよね、結構悩んだよね。で、デート服着ていくっていう話にだったんですよね。デート服、これがサチャさんのデート服って言うんだったら、これ私のデート服、まあ、否定はしないですけど。何が悲しいかって、はい、ここ全員のハードコピーバンドやってる人間やのに、じゃあ何人が一番ハードを送ってるっていうね。ハードに表柄を重ねるって初めて見ましたけど。斬新じゃろ。あのね、斬新がザルシンに聞こえてなんか嫌や。ザルシンって聞こえてないんだよ。今日はオフなんです。ダメにやっとんじゃん今。そうこのスカートさ、ちょっと珍しい、私赤いスカートを今日履いてるんですけど、1000円で買ったよ、すごくない？どこ、島村？駅ビル。これもね、関西の女の人あるあるなんですけど、安く買ったのをめっちゃ自慢するっていう。なんぼに見えるみたいな。大阪でふざけっぱなしのご一行、スタジオに到着したみたいなので、早速一曲演奏していただきましょう。それではお聴きください、眠れない夜を抱いて。Thank you.
梅田で素敵な思い出を作ったご一行ですが、今回の旅もそろそろ終わりです。一行は一日の疲れを癒すために梅田スカイビルの展望台へとやってきました。大阪の夜が作り出す素敵な景色をしばしお楽しみください。遊びに来てください。はい、ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ちょっと待った。わー、まりちゃんどこ行ったんよー。えらい遠いところ行ったな。まりちゃん、自撮り線に自撮り用一言物申す。物申す。実は皆様にお伝えしたいことがございまして、やってまいりました。こちらこれは2022年6月2日に発売になったフランソワ・マリコのファーストアルバム、レイニーデイズじゃないですか。これはサブスクでも聴けるというあのボーナストラックも入ってるあのコンパクトディスクじゃないですかこれは。はい、CD を発売を記念してピンバッジやコースターなどのグッズも販売されてるんだよね。そうなんです。すげー笑っちゃう。茶番がすげーな。アルバムを発売することができました。たくさん曲も入ってるので楽しんでいただければと思います。がっつり宣伝しに行ったってことですね。すぐに皆さん聞いてください。こちらのバトライブは10月9日日曜日、ジーラでございます。ジーラ、皆さん聞いてください。じゃあありがとうございました。またお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今回梅田のいろいろなところに遊びに行きましたが、まだまだ大阪には楽しいところがいっぱいありそうですね。ざるそばの初大阪ライブは10月9日、これもいっぱい楽しむぞ。完璧は無理じゃん。タチヤさん最後引いてないですよね。